庵野義弥って俺を狙う。水の型で行く。死の水の型で行く。これにて王手と相なったか。下がれ、ライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。
少し彼らを見たい。ライダー、見せてやる。行くぞ。声を聞きなさい。見せてやる。このままでは浅草すべてが火の海に沈みかねん。俺はより、ほうけるなよ。同類が欲しがりだな、ランサー。ならば来い。収める気はないか。ならば。これはホーグ。やめろ！セイバー！水の流れのごとく。初めて見る怪異だったな。
れも義の影響か。貴様らのおかげで命拾いした、レオユー。貴殿、わざわざそれを言いに戻ってきたのか。いかな相手であろうと、礼には礼で答えよう。ならば貴殿。おっと、こうしてはいられん。ではな。待て、まだ話を。行ってしまったが、あのイソギはユイの本拠を暴く。ま、よし、俺たちも向かおう。ダメだな、まるで通じた様子がない。不用意に立ち入るべきではなかったが、だが仕方ない、迎え撃つ。戦意を断つぞ、命は奪うな、町も砕くなよ。まったく難しいことを言う。受けてみろ。こっちだ。すぐに行く。しくなってくれたか。そのようだ。とはいえ一時的な消耗に過ぎまいよ。己が霊地にある以上、そう時を置かずに力を取り戻すぞ。立ち去る他にないか。野獣馬も寄ってくる頃合いだ。ま、待て、何か落ちているぞ。由緒ある品のようだ。いずれ太夫にでも聞いてみるか。水道橋、はたまた上野、いずれに足を向けるべきか。気をつけよ、いおり。水道橋の方角よりただならぬ気配が寄ってくる。ゆうべの会と同類か。真っ昼間からもののけか。待て待て。おう、はあ、はあ、かもしれん。しかし霊地、そういうものか。敵の気配があるぞ。もし幕府のものなら挑発にもってこいだ。相手がただ人であれ、油断はするでないぞ。さあ、より霊脈に接続するのじゃ。奨励地の魔力が流れ込んでくる。うん、そうして霊。
連中尻尾を巻いて逃げおったわ。これだけの魔力があるのだ。まあそうだな、先に進むぞ。そうじゃな、霊地からのつ敵が霊地を。分かった。あれが九段の武家屋敷か。さて、小説の門下生はどこだ。見ろより、あちらに人だかりがある。さては出店か。どうかな。まあ様子を見に行くか。かのもの。ええ、そこをどけ。奴らの様子。やってや。ここが九段の武家屋敷。そのはずだ。ようやく着いたな。襲ってきた連中は皆御家人、幕府帰下の侍たちだ。ふむ、幕府の者か。ならばこやつらも結の。おい、ん、貴殿は。あ、やつら力ずくで屋敷に踏み入ろうとしてたからよ。どうしたもんかと焦ったが。待て、連中この屋敷の者を狙っていたのか。え、あんたら知らねえのか。ここの主が辻斬りと疑われちまって。辻斬り。貴殿、すまないがその話詳しく聞かせてくれないか。ありゃあ一昨日の早朝だったが、屋敷の外がやけに騒がしいからなんだと思って出てみたらよ、旗本とその家人やらが10人近く道の底かしこにやられて転がってたんだ。一部始終を覗き見てたやつ曰く、下手人はなんだか古めかしい鎧武者だって話さ。古めかしい鎧武者、ライダーか。やれ怨霊の仕業だ、やれ落ち武者のたたりだって、もう大騒ぎよ。で結局どこかの辻斬りの仕業ってことでこの話はおしまいになったはずだったんだが、何を思ったがお上と来たら、この屋敷の主が下手人だと決めつけちまった。10人の侍を一度に相手取れるようなやつはこの屋敷には一人もいねえって。
散々訴えたが、何を言おうとお上は聞く耳持たずよ。でとうとう目付配下の御家人連中が主をひっ捕らえに来て。俺たちがこれを退けた。そういうこった。俺は一応剣の腕を買われた身だからよ。あんたらのおかげで助かった。この屋敷を追い出されずに済みそうだぜ。また浪人に逆戻りなんぞしちまった日には小説先生に面目が立たねえからよ。小説先生。ふむ。では君は由井小説の門弟か。おう、そうだが、なんだあんたら小説先生に用があんのか。より。ああ、実はかねてより小説殿の講ずる軍学に強い関心を抱いていてな。いつか小説殿の私塾にて直にご指導を賜りたいと思っていた。しかし今に至るまで肝心の塾の場所が分からずじまいでな。いかにしてお目通り願ったものかと。なんだ、それなら話は早いや。もちろん知ってるぜ。小説先生の塾は長江堂つってな、神田にあるんだ。途上してねえ日はほぼ確実にいるはずさ。そうか、すまない、恩に着る。こっちは首の皮つないでもらってんだ。この程度恩返しにもなりゃしねえさ。かたじけない。では我らはこれにて。おう、こっちこそありがとうな。ほう、思いのほか早かったではないか。もう少しばかり時を要すると思っていたが、ご苦労だったな、セイバーとそのマスターよ。貴様、気づいていたのか。ならばなぜ捨ておいた。たわけ、俺が手を出さずとも解決する問題にかかずらっているいとまなどないわ。この言い草、俺たちがどう動くか読んでいたか。よいか、王とは座して待つが務めよ。そしてそれは問屋の店主とて同じこと。まあ王でも店主でもない貴様が分からずとも無理はないか。そういえばスカンピンのマスターよ、貴様の名を聞いていなかったな。伊織、宮本伊織だ。ふん、では喜べ、宮本伊織よ。こ貴様らには王の手足となる誉れをやろう。嬉しいだろう、光栄だろう。さあ涙を流して喜ぶがよい。待ってくれ、俺たちにそんな暇は。